ソロバン。ソロバン、漢字表記、ソロバン、ソロバンなどとは計算補助用具の一種で、串細い棒で刺した玉を移動させ、その位置で数を表現し、計算の助けとするもの。日本では玉を用いた、計算補助用具、西洋式には、アボカスと呼ぶもの、全般を刺す場合にも、ソロバンの語が使われることがあるが、香港では、東アジア式のソロバンと、 日本式のソロ版、英語でまたはジャパニーズアボカスの双方を解説し、特に日本式のソロ版について小説する。ソロ版とは、物体に状態で数を記憶させるため、串で刺した玉の位置などで数を表現し、計算の助けとする道具である。一つ、串、一筋の串が数の一桁に対応しており、玉を指で上下に移動させることで、 各数字の表現や変更を行う。主として、加減乗除などの計算が行える。算術における計算は、使用する方便物により、何も使用しない暗算、紙や筆記具を使用する、筆算、そろばんを使用する手算がある。計算法は、機械的、客観的であるほど迅速かつ正確に、計算することができる。手算は、 整数や小数を扱う場合には、比較的桁数が多くても敏速かつ正確に、計算できる長所がある。また、四則計算の使用部分などは簡易な加減法99の適用によって計算することができる。ソロ版は計算で紙を浪費することがないため、紙が高価で貴重な時代は、重宝された。期限については、諸説あるが、アステカ期限説、アラブ起源説、 バビロニア紀元説、中国紀元説などがある。メソポタミアなどでは、砂の絵に線を引き、そこに石を置いて、計算を行っていた、砂ソロバンの痕跡がある。同様のものはギリシャなどにも残るが、ギリシャ時代には砂だけでなくテーブルの上戸にも置いていた。このテーブルを、アバクス、アボカスという。ローマ時代に、持ち運びができるように小さな板に溝を作り、その溝に、玉を置く。 溝そろばんが発明された。この溝そろばんが中東を経て中国に伝わり現在の原型となったとも言われている。現存する最古のそろばんは千八百四十六年にギリシアのサラミス島で発見されたサラミスのそろばんと呼ばれるもの、紀元前三百年頃のものである。中国では紀元前の頃から紐の結び目を使った計算方式や賛義を使用した中山と呼ばれる 独自の計算方式があった。これらは、紐や竹の棒や木の棒で計算していたものであり、桁を次々に増やせる利点はあるが、玉の形ではない。玉の形になったのは2世紀頃のことと考えられ、数日期という2世紀頃の書籍に、主残の言葉がある。なお三国志の武将、漢武が、ソロ版の生みの親とする伝説があるが三国時代より、前から中国と中東。 ローマには交易の痕跡がある他ンウが発明したというのは伝説以上のものではない。ただし、中国ではよく知られている伝説であり、官邸病の壁や柱には絵や彫り物のソロバンが描かれている。千年頃にはアステカにもソロバン状のものが存在していた。たまにトウモロコシの芯が使われ、紐に通していたと考えられている。日本語のソロバンは、 ソロ版の中国読み、スワンパンが変化したものだと言われている。中国から日本に伝わったのがいつ頃か、詳しいことは分かっていないが、少なくとも15世紀初頭には使用されていた。日本風土器1570年代には、総版という表現でソロ版のことが記されており、その頃には日本にすでに伝来していたことが伺える。なお使用できる状態でという限定ではあるが、 現存する日本最古のソロ版は、前田敏家所有のもので、御事と教格文庫に保存されている。近年は、黒田藩家臣、久野主勝の家に伝来した、秀吉廃領の四票へ主勝活廃ソロ版という、ソロ版の方が古いという。なお、室町時代の文案元年、1444年の牧書名の、残るソロ版が現存し、 前田敏家のソロバンに匹敵する古里の見方がなされている。ソロバンが民衆に広まったのは、豊臣秀吉に仕えた、毛利重吉が民に留学した後、京都で改塾し、ソロバンを教授するようになってからである。毛利重吉は、後の関高数に連なる和産の子祖となっている。江戸時代には、読み書きソロバンと言われてラコ屋や、私塾などで、 実用的な算術が教えられていた。1872年、明治5年の学生で小学校の算術は、洋法を、洋布とされ、ソロ版は小学校の算術から追放された。この急変には、社会の実情に合わないとの声があり、混乱が見られたため、明治6年文部省二つ第37号の補足で、取算も併用する趣旨であるとの通達が出された。結局、 この補足も1874年、明治7年には廃止されたため、ソロ版は小学校では教えられなくなった。しかし、取算の価値が再認識され、明治14年文部省令で筆算、または、取算のいずれかを選択するか併用できるとする、法令が発布された。明治33年の小学校令施行規則では、筆算を本体とし、土地の状況により、 手算を併用することとされた日本では昭和中期くらいまでは銀行の事務職や経理の職に就くにはソロんによる計算、手算を標準以上にこなせることが採用されるための必須条件だった。小学生や中学生が手算塾に通ったほか、手算の協会の主催による手算検定を受験し、丸級、4級から1級などを習得し、 就職時に履歴書に書いた。手算塾ではしばしば、そろばんを使った手算だけではなく、暗算の講座も開かれており、そろばんを指で動かせるようになると、それを応用して習得でき、就職のために暗算検定の級も習得する人が多かった。なお、この時代、手動式アナログ計算機としては、計算尺があり、理系の人間はそちらも使いこなした。競技において、 計算機械より早く計算したという記録もいくつか存在している。1946年11月11日、アーニーパイル劇場、接収中の東京宝塚劇場にて、スターズストライプス神の公演で、低新章一番のソロ版の達人であった、貯金家の松崎清と、最新の電動機械式計算機を使う、アメリカ陸軍所属で、 GHQ の2エンティース・ファイナンス・ディスバーシング、セクションのトーマス・ネイザン・ウッドに当兵との間で、計算勝負が行われ、4対1で、ソロ版が勝利を収めている。カシオ計算機のカシオ・トシオはこれを報じる新聞を、前に、ソロ版は神経。されど計算機は技術なりとメモした、勝負を見ていた、とする説もある。物理学者のリチャード・ファインマンは、辞伝の中で、 自身が、ソロ版の達人と計算のスピードを競い合ったエピソードを紹介した。教育においては、重心法の概念を理解させるための格好の教材とされることもある。文部科学省、旧文部省が改定してきた、小学校学習指導要領の算数の履修項目から、ソロ版が外されたことはない。一つの特徴として、一定以上ソロ版。 手算の能力がある場合、特別な訓練を経なくてもその場にそろばんがなくても、計算できるようになることが挙げられる。これを手算式暗算という。一般にある、程度習熟すれば、加減算においては、電卓より早く計算ができる。実際、暗算の名人と呼ばれるものの多くは、計算の時頭の中でそろばんをイメージして計算、行っている。なお、そろばんを習う、と言っても、 手残式暗算も習っていることもしばしばある。1955年より全国の高校生がソロバン技能を競う全国高校手残競技大会、通称ソロバン甲子園が阪神大震災があった1995年を除いて毎年行われてきたが、競技人口の減少に伴い2009年8月19日の第55回大会で廃止となった。 1980年代後半から1990年代前半のピーク時には約90校から600人前後が参加したが2009年の参加は59校300人となっていた。1960年から90年代半ばにかけて NHK ラジオ第2放送ではソロ版教室という取材教育の番組も放送された。 ソロ版に対する再評価にもかかわらず、ソロ版の市場は縮小している。しかし、2000年代半ばより、再びソロ版が見直されてきており、ソロ版塾の熟成は再び増加傾向にある。2000年、e-learning のインターネットソロ版学校が開発され、ソロ版発のウェブ学習が可能となった。日本国外では、ハンガリーで1990年代に、 日系女性がソロ版を普及し始めてから1割ほどの小学校で授業に採用されている。ソロ版は玉、枠、芯、軸と模様を組み合わせて作られる。玉は、カバや、ツゲ、稀にそよご、椅子の木、梅など、枠は、黒炭、芯は、すすたけのものが一般的であるが、時代が減るにつれ、原材料が入手しにくくなってきているため、 廉価なものでは積層材が使われることもある。現代でもほとんどの製造工程が手作業で行われており、枠に製造者の命が入っているものも多い。枠は上下左右の枠、梁、または中山、中山と言われる横板、裏軸や裏板からなる。それぞれの芯、軸には玉が通され、梁を挟んで、外側の枠によって固定されている。一つの芯。 軸の量の上下の玉の数は形式により異なる。枠の左側を噛み、右側を下という。玉を上下に滑らせることで計算が行われ、量と接している玉の数が盤面に置かれている数字、布数を表す。近年では不可機能として、ボタン一つでご破算、玉払いができる、ワンタッチソロ版なども存在し、各種競技会や検定試験で使用可能である。 真、軸ごとの玉の数は、かという単位を用いる。例えば天、量の上側に一つの玉、地、量の下側に四つの玉を配置したソロ版であれば、天一か、地四かの形式となる。天の一玉は0、または5を表すため五玉、地の四玉は0から4までを表すため一玉という。枠が大きく玉の形状が丸い中国の三番では、天二か、 一五下のソロ板が用いられていた。このソロ板は普通の置き方でも玉で0、5、または10、一種で0から5まで、一桁では0から15まで、表せる。さらに上の五玉を半分下ろし、下の五玉を完全に下ろすという特殊な置き方、剣玉と呼ばれるは15を表すので、一桁で最高20まで置けることになる。現代の中国でソロが未だに用いられることがあるのは、 借款法が民間に根強く残っているからである。中国で発達した借款法では土量法の重さの単位で一斤が16両と定められていたため16真数の計算をする必要があったのである。日本では16真数の計算は必要ではなかったが、江戸時代の乗算や助算の方法では一時的に一桁2十以上たまる場合もあったので、江戸時代までは この五玉二つの形式が多く使われていた。明治時代になって、不要な五玉を一つ減らした、天一家、地五家の五つ玉、五つ玉、一桁二十までの数がおけるの形が普及したが、地五家の形は長く続いた。江戸時代中期には、入位三つぐなどから四つ玉利用の提案があったが、定着はしなかった。時代が下り、坂木原孫太郎などの教育研究者の、 啓蒙運動により四つ玉揃盤が次第に認知されるようになる。日本では昭和10年代に手段教育に用いる児童用揃盤の標準型を、天、量の上側に一つの玉、地、量の下側に四つの種、天一家、地四家の形式と定めた。天一家、地四家の形式には次のような利点がある。国際的にメートル法が使用されるようになり、 中国でも、天一家、地四家の四つ玉のソロバンが普及してきている。玉の構成については特殊で変則的なものもある。十行の真に十個の玉が並ぶ百玉ソロバン、百玉計数器、は百個の玉が数そのものを表すというもので、視覚的に数字と算数を理解するのに無意よりもっぱら、低年齢層向けの教育補助具として用いられている。また、 通常のソロ版の五玉の部分のみ、0と1のみと下に新法のソロ版もある。日本では、江戸時代にソロ版が広まっていく内枠の大きさが手の大きさに合わせて小さめに玉の形状が素早く、計算しやすい応援水を二つ合わせたひし形のような形に変化していった。玉を通す芯、軸の数が桁となり、奇数が一般的である。桁数は十三桁、 17桁、21桁、23桁、27桁、35桁のものが多い。一番多く作られているのは23桁のものである。桁数は多くなると持ち運びに不便である。反面、桁数が少なすぎると情報や情報の計算に不便である。量には真ん中を基準として左右の端まで一定の桁ごとに定位点が打たれている。 標準的なソロ版では定位点は四桁ごとに打たれている。なお、実用に用いられたソロ版には、桁ごとに張りに、金額、千、百、十、円、十、千、リニア、体積、石と、マス、合わせ、尺を記したものもある。以下は、天音、量の上側に一つの玉、地、量の下側に四つの玉を配置した、点一課。 一四下の形式のソロんの計算法。布数法とは数を表現するための玉の置き方である。玉根、両の上側にある一つの玉を五玉。地、両の下側にある四つの玉を一種という。一般的に一の位は、枠上の定位点のついた桁、軸の位置に置くのが、一般的で左に向かって重心法で位取りを行う。 零千九百三十七プラス二百八十四零千七百五十六から九百五十七乗算。除算の場合は、乗数、除数を非常数、非常数の左側に置くことが多いが、計算中は、乗数、除数を全く操作しないので、乗数、除数については、紙に書いてある数字や印刷してある数字を使い、方法もある。また、ソロ版の用語では、非常数、 非常数を、実、常数、常数を法という。ソロ版の情報には、未、非常数のお下駄から計算する止め頭情報と、未、非常数の首下駄から計算する、はがしら情報がある。また、それぞれ、法、常数の主位数から計算を始める頭情報と、法、常数のおくらいから計算を始めるお情報がある。以上の組み合わせにより主な情報として、 止め頭尾情報、止め頭頭情報、歯頭頭情報、歯頭尾情報の4種がある。一般には止め頭頭情報の欠点を克服するため、部分積を置く位置を改良した方法が用いられる。一下に示すのは、新頭情報と呼ばれる現在、一般的な方法である。例3297ソロ版の情報は、種類が多くはなく、割り算99を用いる。 気助法と掛け算99を用いる少助法がある。以下に示すのが現在一般的な少助法である。例141659解法の計算は次を参照。日本国内では島根県奥出雲町と兵庫県小野市がに大産地である。奥出雲町のそろばんは文州そろばんとして、小野市のそろばんは晩州そろばんとして知られる。共に、 伝統工芸品の指定を受けている。指定を機に、奥出雲町で1990年開設された、運州ばん伝統産業会館には、国内外の様々なばんが展示されている。玉の素材となる木材には、カバの木や杖が用いられる。伝統工芸品の一環として作られる、高級ばんもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。